生活する歌手なんかがあるわけ。女だったって、この人にはあの、なんとか、運動の本とか、そんなその本って言って、あれ、山があるさ、そんな格好したっけな、あれ、女だけって言ってさ、うん、女だけのあがた里が生まれ島、もう年で来て、小林奈さんって言ってたから、はいはいはい、あれ、あの、こんな投げ入れたけどさ、町下に知事の秘密さ、食いしん坊場に知事屋根さん、あの町下ってさ、ちょっとこう隠れて今もあるわけ、松が越えられてさ、はい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 、ちょっとあるでしょ、あっちで夜、あと昔男女がこっちに遊ぶようになって、だからこの実例がもうこっちで遊ばないようにってか、こっちで遊ぶなって火を立てたって、だけど若者のたちは、うん、こんな火なんか何で火でない全然効果がなくて、私が開けます。はい、さーい、クヨンマナラケランネロリガンジュヤロロンネラチムガナサシマクトゥバニュースの時間ニュー、改めてハイサイグスよーチャーガンジュヤイビーガヤー、はい、シマクトゥバ、あ、チムガナサシマクトゥバニュースの時間なとイビン、はじみんかあのワネヤイマのクトゥバシやイエサチさせていただきました。はい、チューヌパーソナリティやワンネ、チャーリードッペリンとサリュートリサエビン、そしてチューン中村のよっちゃんばあちゃんしウックサビン、はい、おのみっちゃいし、うつどきサビン、よっちゃんばあちゃんチューン、はい、いたさるぐとうにげえサビラうにじえサビラ、お願いします。水さえびんやそうですね、水さえびん野菜水さえ1ヶ月、1ヶ月かそうですねぐらいですね、はい、ぜひリスナーの皆さんも待ちわびてたと思っていびくてぜひまた、はい、チューンいたされて逃げさびら、はい、逃げさびら、スポンサーさんの紹介から石村な屋台、はい、この番組はメガネ21ハエバル店、かかず委員、デイサービスセンター諸美の里、くわえ皮膚科委員、有料老人ホーム宅老所なごみの家、株式会社マルーチ、サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、株式会社 OSD、 玉木クリニック、通所介護玉木
の提供、FM ギノワン北谷町文化協会シマクトゥバブ青年部、沖縄ハンズオン NPO の協力し、ウトゥドゥキソーイビンシマクトゥバエンターテインメントし、ウチナーヌウトゥトゥカタリン伝承し、チル番組ナトーイビン、毎週シマクトゥバカナサするチュンチャーヌゲストトーク、シマクトゥバニュースのコーナー、アンヤタニャウチナーヌコーナーなどなど、ウフォークの内容し、ウークイサビングスヨウユタサルグトゥニゲーサビラー。はい、スポンサーのグスヨンペニヘイデビル。ということで、よちゃばちゃん、はい、チャガンジュヤイビーがやったい、チャガンジュだよ今日また さやかなランシュがて、うちが達したてガンジュさ今からサラバンジーヤイビーごとやさい、はい、サラバンジー考えたことねあのコロナになったことで、うん、じゃあ次はコラはおほくつうたのものおったんこんなとるわて今カラーにガラス上げちゅるわてガラス、いやこんてんしぶさまかいけあいえなあのクラゴ今かいひらんさがよ全然こんなとさ、すずめよ昼間寒いやいやいっぱいちゅうたのものてんすずめが少なくなってガラスが増えているっていうのも不思議やびんや。だから何か理由がね。一旦コロナがウトルさんに避難でそこやんまったら。ティーワン避難。ティーワン避難そう。ああ、いることやびん。ビビビはい。それではまず初めに早速ニュースから。そうですね。行きましょうかね。はい。じゃあ島くつばニュースから。ウトゥドゥキサナヤンリチームとイビン。はい。それではこちら、記事は。沖縄タイムズさんからですね、2021年11月1日、昨日の、記事になっております。よろしいですか。はい、はい、7年に一度しか見られない牛回しの神事とは、どよめく住民コロナ退散を願うというニュース。納豆イビン、じゃあよっちゃんばちゃん、はい、ニュースいたさるぐとうにげーさびら。はい、国民の健康と国の繁栄、無病息災を祈願する7か年に一度の牛うごんと牛回し神事が17日、沖縄県名護市の夜更け秀樹区長の排除と公民館を通って行われべた。関係者が道区の奥の山に新沼葉、馬の葉など7か所の樹廃所を朝早くから巡礼し、各廃所で手を合わされた。新沼葉分かる？新沼葉んでしょ。東。ああのやりにあたい。新沼葉。はい。に牛とらう、う、あ、東はう、はい、にぬはったら北北ですか。あ、東あっち、あっち西西、はい、とまた、記事の中うとうて、馬ぬはも出てきましたが、さあの南の方、あ、南の方、うん、なるほど、やび、うん、これ、うれ、十二市の7か所や朝早くからて、はあ、回ってあっちうなたんやっちのうんうさぎに2のほか最初するさ。あっ、あのやびんあたい。じゃあこの方角、家のこの2のほの方角にある角、うん、やびんあたい。ああ。うちなんか言ってたら、あそこの、あのお家のところのある角からこうやって回って東回りして、東回りして、東回りして、馬のほ来て最初に、はい、あの、というのほ。おお。なるほど、ね、この上方角と。牛虎でこう回るわけさ。はいはい、方角も十二支が。うん。十二支でさ。なのでこの。で昔はさ、はい。わらばが生まれねてへん。うん。あ、ぬぬ年に生まれたんとかさ。うん。でそれでそこだ。え、のわらばいくつになったかん先生。はい。ぬ年の。うん。まぬあ牛でしてとかさ。うん。ねとかさ、どの年に生まれたかっていうところですね。虎とか太刀とかさ、って言ってさ、そしたらそれで計算するわけ、うん、あ、はいはい、うん、
えっとね、計算して、ノイマリさんっていうさ、はい、あの数字わからないから、あ、昔んちゃん、えとで全部それで、うん、すごいですね。この年、生まれた年も方角も十二支で表してきたんですね、うん、なるほど。意味ヌヌファ、ウマヌファ、これはまあ屋敷のウガン同様、こういう村のウガンする時もこうやってニーヌファとか、それもみんなこのあれな、えとに合わせて、うん、あの祭りごとは必ずえとか、あ、なるほど。意味えとからということで、はい、じゃ続けていきましょうか。記事二枚目のところですね。右岸住宅邸や公民館校内の排除、奥の山、奥の山から手合わせ排除、家島からトラックさん運ばれてきた牛、お、家島、公民館会続いた公民から大きな土曜向き野菜起きた赤い鉢巻きを巻かれ、公民館の校内へゆっくりとあって、牛が自分の面会中にこう区民で健康を祈願して会うちゃうんだ。これはあるだな、もともとはちょっと違う、もともと牛王らしい、あ、なるほど、やってたけど今はもうやってないって。うーん、牛うがんや200年以上の命に旅人が薬物、疫病に寝て、なんか、せふけ、夜ふけに広まらないようにしたことが始まりと、さっと便で、うん、名護まじるののろ、神樹やお告げで牛を祀って厄払いの儀式を送った。村の七人の神樹、神樹が牛とマジョン、村の周囲回って清めて、牛の肉を排除に奉納した。これが行事の由来で一応。伊勢鍋がさ、今月9日にカンカーといって、うん、牛を殺してからね、うん、牛の血をさ、砂辺の入ってくる入り口、はい、あそこに塗っていたって、細菌がしなくなってるけどさ、こっち、この間までもやってたよ、牛殺してさ、この、あの、区民家村を配給する場って、あの、うがん住宅っておつゆ炊いて、お肉の、あ、牛の肉を食べて、残った肉は売る、区民が超える場って。茶炭は砂辺ですね。この苦しまで茶炭の。で、牛はその日々刑事で来るぞ。我が正月に来る父牛が、牛はその日々刑でしか殺される。うれ、あの、ぬから名前、牛にし、新し。これ、魔よけエビがやってる。実家を通ってて、はい、私がね、やっぱりあれさ、キリストのこの牛の血を、うんうん、動物の血を、うん、薬払いっていう薬病が入らないようにっていうんでさ、はいはいはい、おうちのあの門の入り口に、この牛の血をみんな塗ってやる。疫病が入った時に口に入らないようにって言って、で、スナビは入り口に塗りよったって。だからさ、はあ、あ, れね、あんな遠い外国のしきたりと、こっち、どちら小さな部落もこんなしきたりが朝やってて感動したよ。やいみんやさい、うん、不思議なこの共通点が名前しがもらおうかな。たぶんソーラー人でもいいさ、昔にちが元気やるからソーラーで住んでもいいとか。だから昔にちの人文やいみがやったい、何かあるんでしょうね、意味が。カンカーにさ、カンカーってカンカー、昔からこの魔除けというかっていうのが年に1回あって、でまた牛の肉も食べていたんですね、うん、この時に牛の肉よ、うん、その日だけは食べられる。このまた牛っていうのはなかなか殺さないさ、うん、あの大きなのだから、はい、で牛っていうのはほら畑仕事でも田んぼ仕事でも、砂辺は田んぼはなかったけど、あの畑があるさね、春しくちぬ土地に、この牛は何か牛を引かせたりとか、牛にさ、あの畑耕すのに、あ、はいはいはい、で牛の糞といっぱい牛をするから、うん、あの茅なんかと一緒に混ぜて肥料にやろう、牛糞ですね、まさしく。なるほど、今でも牛の肥料は肥料で、うん、肥料でやるさ、うん、外国なんかもなんか牛の肥料
集めて乾燥させて、なんかどこの国だったかな、ずっと草原地帯のところだけど、乾燥させて冬の薪代わりに、薪代わりに、いいな俺初めて聞いた。だからこれでさ、食人を作ってるわけ、牛の糞を乾燥させたので燃やしてよ、燃料に。牛から産んでるからこそかとしないのかなとは初めて知った、見た、テレビでやってた、牛の乾いた牛の糞を乾かして、ってことですね。すごい寒い国、あちらシベリアか、すごく寒い極寒の地ですね。ここでは昔はさ、あのシベリアじゃなくて、あそこなんて北極のところの部落の人たちはさ、60過ぎて年取っても動けなくなったらさ、あの村外れのさ雪の中に座らして着物をつけさせて、でそのまま凍死するさ。なるほど、この埋葬の仕方も国によって出違さるものが。それから、ね、内地のさ、あの昔はさ鳥葬といってさ、山の方に行ってさ死んだ人をさ置いといた鳥が肉を食べるわけさ、で鳥が食べて鳥は飛び立つさ、天国に。あ、なるほど、このまた連れて行くっていう風で一虫にこの託してから、そういう考えもある、あるということで。外国のどっかはさ、亡くなったらなんか草原地帯でね、あのあれなんて言ったんじゃなくて、あの大きなワシみたいな鳥、なんて言った、ワシコンドル、コンドル、あれがあの亡くなったらさ、あの山の上の石の上にさ、肉をみんな切ってさ、死んだ人の肉切って置いていったらコンドラが来て帰ってもらって、で、あのコンドラ食べて飛んでいくさね、でその魂をさ天に連れていくっていう、そんなあれで。アイデアだい。うちのウトーティー、このトゥイヌシーやカリーナムンっていうのもしたくて、アイビー氏が、鳥の巣ですね、鳥の巣が、また国によって、国によって地域によって鳥のこのなんていうんですか、役割とか印象も違うんですね。でまたゆちゃんばちゃん、トゥイヌよ、あの鶏でもさ貴重品でさ、うちなうと手で宣言やろ、卵を産む産むさね、家族食べさせないわけよ、ほら、食べあげて、1日に1、2個しかうまいんじゃや、これ取ってきてさ、食べて5、6個ぐらい、10個ぐらい貯まったらさ、一番か売りに行く、一番に売りに売るために食べないでよということですね。昔は生餌小屋に餌持ちせや、昔はそれで食べ残しのとかさ、泡の残りとかさ、こういったの人参の食べ残しをついご案会、なるほど、今なかなかゴミとか多いって話、アイビー社こうやって一虫と一緒に生活していたら、ゴミも出なくて循環して、一虫がゴミを片付けてくれるさ、でまた一虫のこの卵クーガとか、またそのお肉食べたりとか、クーガはさ病気したら食べられるわけ、風邪ひいたり熱が出たりするし、チネクーガンゴは滋養なぶといって栄養分でやね、あのカマソルバーで、フカやタミトって一二個しかうまんちや、十個ぐらいタミのやつマチコワンコウイグチョルバーって、またウルズチェ、あヌン何に入れて、あのカゴ、おおカゴ、なんか昔はバーキグワって言ったさ、バーキグワよ、こんなバーキで丸いのがあるさ、作りよったわけやもん、竹の皮を乾燥させてさ、竹の皮さんに作ってほしい値段が高いわけ、で中身で作ったのはアラバーキって言って、アライとアライって言ってアラバーキ、アラバーキは芋入れたりなんかして大きく作ってからに、頭にのして芋、おてちゃんよくさ、あのもう4年生ぐらいからはさ、畑にか学校かけちじね、ムフィがチュルバーテ、でもうはさバーキの実、頭のしるの大変さね、ちょっとした土手に持っていくわけ、それでこうやって頭を寄せて、どっかずらして頭に乗っけて、よいしょって立って、あ
頭使ってあ持ち上げるのどっちも頭使って持ち上げてこうするのは大変さ、はいはい、こう斜面使ってだからちょっとした崖に持って行ってそこまで持って行ってやに本当に自分やみんや本当に頭を使って頭に乗せるっていうのよ。だからよ、ちびやさぬ。ガンシナ、頭に乗せて丸いガンシナ。あれ自分の頭に乗せてさ、いくつも作るわけ。子供たちの小さいとおると、おふうちゃん、どのちこの自分のアーチチクルまで、わらを丸めて、乾燥してわらを丸めて作って、はい、うちの壁にみんな下げてある。昔は。はい、安心し。春かと山田か一年や運管しな苦心か下げてで芋はお昼は芋2本大体、うん、定番もう決まっていた、うん、芋2本、うん、ティーサージ1回行って苦心か下げて、うん、一日山本してで水をない水道とか狙いしや、うん、湧き水が昔は言われたんや湧き水んじ芋分かりうぬ湧き水の水へえー本当になんていうの自然と共に本当に自然なもう俺が当たり前だよ。あじゃあもうこの川のところにのと大事にというか今だと何ですかゴミ捨てたりとかもいろいろアイビー氏が、うん、この川も大切にしてゴミ狙うん。昔は紙一枚だってもう貴重品さね、はい、大切に、うん、だから昔あの帳面なかったさ石板といってさ、はい、このくらいの黒板小さい黒板さであれの国語の時間には国語を書いてで消して、はい、そこでまた算数と言ったさ、はい、数学算数、はい、またこれ書いて、で入っていっぱいになったらまた消してまた国見て消すわけ、消して、うん、頭の中に入れないといけない、ま、うんうん、歴史になったらまたこの歴史のあれ書いてさ、それでさ算数入れてあのあの間違ったらかけるもらうさね、うん、丸をもらったらさ喜んでから消さないでよ大事にこうやって持って山、ま、ですぐ早いなって言って中は丸いいたんだとか早くていいたんだとかって親に自慢するわ本当に今だと子供たちタブレットですけどなかなか黒板っていうのもそうですね分かんない、あ、いいだからあんなのを勉強させたいねそうですね本当になんて言うんですか今だともう書いて後から見れますけどうん、これ黒板だともう消さないといけない分一生懸命覚えたりとかしますね、うん、なるほどねだからこの話前あのよくあの、うん、小学校とかさ、うん、クワイチョよく行きよったわけいろんな話、うんまあ、昔の話するのにさ、うん、で一回はあの人身売買、人身売買昔の、うん、昔のいろいろな、うん、はいはい1万ウィン私言うこと聞かないと1万ウィンするんだって脅かすわもうこれだけこんなに怖いはいはいはいあの幼い頃に4歳ぐらいから売られていくわけあの買った人が4歳いったら売れないさね、うん、育てるわけさ、うん、6歳ぐらいからなったら売るわけさ、うん、結局2度売りされるわけさ、うん、こんな時代があったんだよ、うん、本当に大正の時代までもあったわ、うん、本当に何時くんじうちなんか昭和の時代になってからはさ、うん、これ国がさあの日本国になったさね、うん、琉球国じゃなくて、うん、でハッとなったわ人身売買、うん、一番よ男の子たちさ一番はさ、うん、もう大変だったわけさ、うん、で6歳ぐらいかけた泳ぎわかんないさね、うん、お腹に縄縛ってさ海に投げるわけさ、うんうんうんそれで泳ぎを覚えて泳いで潜りとか覚えさすわけ、うん、冬の寒い日もさ、うん、人一枚、うん、だからさ、これはな、もうこんな厳しくしてからさ、うん、わざと海でさ、もう身投げして死ぬ子も結構、うんお前うん、出たみたい本当に何時くんじしてこの子たちもさ、はい、埋葬してもただの腹に行って埋葬してさ、うん、この子が死んだ生きていた証と二分ねらんばって、うん、お山本にも知らさない、うん、ただ穴掘って埋めて声だけ、はいはいはい、昔こんな時代があったって、うん、で昭和の時代になって琉球王国から日本国になってから、うん、いろんなのが決まって制度ができて、うん、こういった人身売買ねらんばって、うん、
リー・シンバベが狙わなとくって今度帽子工場にみんな女性が儲けに行ったわけ、うんうん、で帽子工場って昔よもう あれ空気が悪くてさ、はい、みんな結核かかって帰ってくるわけよ。いわゆるあれですね、公害やいびんや公害、はいはい、で公害かいたらさ田舎の人たちが結構もう大きく言ってたや、うん、帰って結核かかってきても病院にも見せられないわけ、うん、くちゃわってってさ奥の部屋の火も当たらない小さなとこ、はいはい、こっちに隔離するわけ、うん、家族にうつらないようにってで薬も与えられないただおかゆだけ、うんうん、そう言ってさ死んでいくわけ。本当に過酷な生活も昔の人たちが、うんだからそんなの意味があんまり分からなかったけど、はい、うちの親にあったわけ、うん、もう色も真っ青で足を剃って私よくお粥持ってきよったわけよね、はい、なぜ子供がこのなぜ安装がやと思ってたけど、うん、ちょっと大きくなったからこういろんなの話聞いて、うん、あはーっと言って分かった。なるほど、こうやって日の当たらない人たちもいながらも、うん、こうやってうちのあんちもまた徐々に徐々に今のような豊かな生活に、うん、だからこの話は、うん、あの怖い中国で前読み聞かせてきよったさ、ね、話したからよ、うんはい、先生たちみんな廊下に集まってきてたあこんなの分からなかったって言ってあそうですね本当に沖縄のこういう昔こういう生活があったっていうのが先生たち自身も、うん、先生たちも知らなかったって言ってさ、うん、廊下に読みの集まってきてたってよ、今やなかなかこのなんていうんですかこういう昔の話聞くのも一度なってこんな話分かる人も少なくなってきてるさね。いやでも本当に先生たちこそこういう沖縄の歴史のお話とか生活のお話とかコロナでさもう怖い中もほら読み聞かせ行かないさね今ね阿波川小学校も行かないさ、でこういうなんていうんですかね学校の教科書では学べないような昔のこういう歴史だったりとか生きたうちなちの生きてきた歴史っていうのは本当に子どもたちにとってもそうですしやっぱ先生たちにとっても一番の本当に、うん、なんていうんですか、ね、先生たちにとってもさ勉強になるこんな話もう私時代のぐらいの人さね、うん、それも一応田舎に暮らしてたからいろんな田舎の風習で、ねうん、って分かるわけさ、うん、町方の人たちはさ商家の人たちだからさあんまり分かんないわけよ。うーんやっぱり町方の那覇りの首里の人たち首里によって言ったらさ武家層だからさ、クレが高いから、うん、フライドも高いわけさ。なるほど、だからスインチはモニカローティン、スインチローティンって言って食べ物、子孫の食べ物食べても、はい、首里の人だよって侍だよって言って言われるわけさ。モニカローティン、スインチローティン、田舎の人たちが揶揄するわけさ。言えばあのモニカローティン、イバティンって言ってるわけそれで心が気高かったんですね、こういうふうにするわけさでね、水のあやめだちやいいとじんゆったいぱったいちちってさ、はい、分かる水の首里のおばあちゃんや奥さんたちは、うん、あの糸の毛糸 で糸銀絹の着物をつけて、うん、この着物をこうやって柔らかいから、うん、風にもゆらゆらするさね、はい、でいいとじんいいとじん糸の絹の着物をつけて、はい、それでゆったいぱったいしてゆったいぱったいあこれも田舎で百姓がもう揶揄するわけさ言えばあの自分たちが作っておってるがつけられないわけあなるほどこっちで決まってるわけこれみんな献上物って修理に献上するわけ、うん、自分たちが丹精込めて昭和の時代になってからでどんなからおってる字がちらりいたらばって、うん、じゃあ文章がちゃうよあの蚕養子が通っていくとて、ねうん、糸取ってよ、うん、糸取ってからねで母が旗をってからさだから結構さ絹の着物をつけていたんだよね小さい時よあの草土や生まれた頃はそんなのがあったかつけられなかったけど、うん、ちょっと大きくなって13歳の時には母がさやっぱり折ってからにさ、でこの着物をブルーで染めてさ、藍、ね、染めやってさ、藍染めやって、藍の草はさ、大体あの田舎ではみんな田んぼの近くなんかにちょっとあれ水分のあるところ、水のあるところに入るわけよ。ちょま？玉は後から作るわけ、草であるよ。はいはいはい。うん、それをさ、あの壺をみんな作ってるわけ、庭の片隅に大きな壺を。そこにさ入れてさ天水で
3カ年間かけてさ腐らすわけ。3カ年間かけて3カ年間かけてや腐らせて、それが藍染めになるわけ。はその汁をこの洋服一つ染めるにも絞って藍染めにするわけ。洋服も蚕、蚕の絹糸とかですね、やっぱ生活にはやっぱ動物が欠かせない生活をですね、これまで自分自身、そうそう、はい、されてきたと思います。記事の方でもですね、先ほどコロナというワードが受到たちが、こちらのかつての感染症はですね、牛うがんで収束したと、200年経った今はコロナが流行っているが、それも牛うがんで亡くなると思うということで期待を込めたというふうに記事でも紹介されておりますね、はい、動物一虫短海、また感謝の心を込めてですね、はい、今回この、沖縄タイムスの記事を紹介しながら、またよっちゃんばあちゃんのあんやたんやんでのお話を聞かせていただきました。だからさ、この牛の血の、いて、はい、これこの入り口に背中に縫いんでいしや、この習慣さ、キリスト昔は、うんうん、キリストもさ、この動物の血をさ、この流行り病がだった時、うん、魔除けというんでさ、各家庭のさ入り口に壁、いわ玄関の壁にこう全部塗る習慣があったんだって。これ映画でやってたわけよ。なるほどなるほど。本当に世界各地にまた失うとっていう、うん、この魔除けとか、うん、っていうのにもこの一虫が深く関わっていたんですね。よちゃんばちゃん、またニュース一平二平デービル、二平デービル、あ、よちゃんばちゃん、ヌーグラン、リクエスト曲 IB で一度紹介さないんで、ジュムヤビーシがチャイビーが野菜リクエスト曲を、うん、何がいいかな民謡ね、民謡で言ったサイビンドーさん、はい、民謡歌謡曲どっちでもいいわけ、はい、どちらでもいたサイビン。じゃあね、福田康平のさ、南部セミシグレ、南部セミシグレ、アイビーがやったり、今福田康平の、はい、あれが第一曲打つで、この歌が随分ヒットしてからね、へ、うん、第一声であるわけ。福田康平って言っても、はい、歌が4月北海道出身の人で、うんうん、とっても歌がうまいさ、何でも歌うさ、あの人の北海道の民謡素晴らしいよ。北海道民謡、うん、歌手出身であるわけ。で、歌謡曲も歌うようになってるわけさ。あ、よちゃまちゃん、曲がアイビータンディ。もしぜひ、皆さんに、じゃあ、はい、あった、はい、聞いていただきましょうか。福田康平さんで、福田康平さん、南部セミシグレ。
てますね。終わったら、はい、一平二平デービル生、はい、父歌美ミシェル直夜、福田光平さん、うん、で、セミ南部セミシグレということで、南部は、盛岡というような福番寺投資が、うん、盛岡、盛岡でいいし、盛岡、岩手、岩手、青森、岩手あなた東北出身さんには、うん、古国語は天国葬式があって民謡歌詞からなとるばって、あんた声量があるばってなるほど、やびん、よちゃばちゃんからの古岡牧クイーンジン今はあの有名になってるさ、うん、なるほど、やびん、またツイテスの方でもコメントちょいびん紹介グルトグブリサベラ、はい、こちらヨーグル透明な珍獣さん、珍獣さんからちょいび、うん、ネイティブシマクトゥバ初めて聞いたわ、興味深い 話です、おしんだねということで、あ、なるほど、おしんのような、ああ先ほどの話、おしんをイメージされたそうです。はい、二平デービル YouTube の方にも、メッセージいただいています、こちらも確認を送れました、失礼しました。はい、ルドルフさんからですね、はい、さあこんにちは、ちむぐなさん、しまくたびニュースの皆さん、今日も楽しく、はい、よっちゃんばあちゃんさん、お久しぶりです、はい、お元気そうで何よりです、ということですね、元気よよっちゃんばあちゃんは、うさぎ年、うさぎではなかったですか、うさぎよ、ルドルフさん、さすがです ね、 ね言う必要にやない、ね、あと、うん、あと2カ年したらカジマやから、2カ年か、あ、4カ年か、今94歳だからそうですね、97、あと3カ年、そうですね、カジマやだよ、もう茶壇、ね、茶壇を練り、ねね、そうですね、オープンカーで ね、はい、今からオープンカー作らないとね、昔カジマややる人はさ、はい、あのあれだとオープンカーに乗ってさ、長女とかさ、また長男とか家族も乗ってオープンカーで回るって、はい、で後ろのトランクね、三味線、地方の人たちがいっぱい乗ってさ、そのまた後ろにおばあちゃんたち、はい、友達とかさ、部落の婦人たちが全部太鼓なんか持ってさ、もういやさっさいトラック3台とでオープンカーと連れてさ、こうぐる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 車体で回るわけよね。いやもう本当に電車に7橋を回るって言ってさ、はい、私はあの嘘に行くときなんか7曲がり7箇所って言うんでさ、はい、必ず7箇所の角でさ、うん、あんまり角がないところ2回ぐらい、うん、あ、なるほど、ね、7つの角にするわけさ、2回やっていいんですね、少ないところはあ、なるほど、ね、2平デビル、今年は先月10月にうるま市の方でカジマヤがアイビンタンやせ、うん、あの基人会ヌトータ氏が、うん、あのタイのカジマヤ の、うん、あのお祝いがございましたね、だから、はい、カジマヤする人も宮城もいるはずだけどね、うん、何の音沙汰もないさ、そうですね、うん、でね、またいてもほら元気でなくて病院にいらっしゃるとかで、ね、そういうのでね、はいはい、元気な方、そうそう、まあ、ぜひよっちゃんばあちゃんの時にはもうマジサラク盛大にやりたいなと、ね、沖縄県を挙げてやるべきだそうだよねそうです、本当にFM ギノワまでオープンカーで、そうですねもう、はい、デビル、あ、また、はい、引き続きまたメッセージいただいてます、ね、はい、ルドルフさんですね、はい、あ、中国でもうんちを干して売るというのがあったようですよ、巻き代わりに、中国でもあるようです、あのね、中国っていうのはあのシベリア、シベリアとかさ、はい、あのそこそこ、モンゴルとか、はいはいはい、ああ、そうですね、モンゴルなんかも牛の糞、人の糞で乾燥させて寒いところがやっぱり からに乾燥されるみたい、それをで巻きなか、うん、だってモンゴルなんかほら木がないさ、草原さ、本当にひいさくとキーネランクと、はい、本当にこういう糞とかも貴重な資源やびたん、中国もさ、ずっと山奥に、はい、あのあそこったのあのなんて言ったモンゴルとの境とかさ、あったところの中国のみんな人たちもさ、あんまり風呂入らない、うーん、まあ、寒いさね、ひいさくとだからね匂いがすると言ってた、うちの家族なんか踊りで行ったわけさ、あのよ、奥までずっと行ったけどさ、もう本当に奥の方、人も道も何もこう来てなかったまた文化も違えば、大変だって文化って、環境も沖縄本当ね、文明ここだって
本当に一虫たちには感謝やびんやさ、はい、だからさ、あの、はい、ロシアから来た人が観光で来た人たちがさ、うん、一回バスで会ったわけ。私たちは港の婦人たちで移動学習でからにさ、うん、あの北部の女さんのどこか行ってたわけ、うん、でそこへあの人たちもなんかで来てバスにいっぱい、うん、ロシアからって、でみんな手振って感謝ってさ沖縄ちっちゃい国さ、地図からったら見えないぐらい、はい、こんなに人がいっぱいいて、こんなに高層ビルがあってさ、で、あの橋、国境があってさね、あんなのかかってるって夢にも思わなかったって感想が本当にちっちゃい島だと思ったら、ちっちゃい島だのにね、こんな素晴らしい島ってさ、そうですね、昔すごく感動したってさ、後からの感想だったって、まさに四季に服ゆるうちなですね、本当よ。コメントはまだ、はい、はい、石板ですねということで、ルドルフさん、先ほどの黒板ちっちゃいものですね、石板。そしたら、そろそろカラオケに行けそうですね、大好きなということで、今回は南部セミシグレを、紹介しながらですね、だからね、ありがとう、一平平デービル、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ、続いての、はい、時刻は、13時42分を回りました、後半に入っていきますけれども、では次、リサさん、はい、右扉、はい、ちょっとうちなぬういみしびぬコーナーということで、はい、サビラー、よっちゃんばあちゃん、これからぬういみしびんディシェ、カママアイが、あアイビー氏が、はい、これぬいアイビーがやったり、昔よ、マキムエスセヤ、マキ一つの火の用心さん、はい、カマの間をきれいに掃除して、はい、でやってるカママアイって言ったけど、今もコンロエセヤ電球がもさね、そうですね、やるじゃんね、あの三遊って三遊釜のすすあれって、あ三がもうチクチ釜舞って言ってね、うん、それからさ、なんかあのノロみたいな人たちがさ、うん、自分の管轄のところ回ったりして、うんうん、するのが釜舞いで、今このノロという人も見えなくなってるさ、釜民中がや、うんうん、見らんなってほしいや、だからまた今度さね、うん、電気でしょ、はい、だからだんだんかんだこういったあの何て言った、あのあれはしきたりはだんだんなくなって、うん、この釜周りの土やこの本当に掃除してぐらいですか、そうそう、サンゴも作っていい、サンゴ、サンゴあったよ、これで払うっていう感じなんですね、なるほど、ここ着日のあの役払いみたいな、あの時も三三三遊ってからに、うん、あの屋敷のままをこうこれで清めていかに、それはそのままずっと玄関のところの方に置いてあるさ、うん、うちもまだ置いてあるよ、あそうなんですか、ええ、で今年の24日に取ってしてってまた新しいの、うーん、じゃこの年に1回釜前の土にまた交代して、うん、またこの昔かまど、昔はカムという姫姓、はい、最後はね、新名なびんかよ、芋よ、掘ってきたのさ、いっぱい入れてさ、下に大きなのに入れる、上になりし、でごまごさせば、一番産んでからさ、野菜類をさ、はい、海って洗ってきてさ、それ束ねてさ、今蒸すわけさ、芋炊きながら、芋のあれで、あうん、下に産む、でまたワービー界、葉野菜、そうそう、で、もうさ、下に串で大きいの、うんうん、上に串でごまさる、もうわさるばで、うん、安心して、ワービー界さ、かんだばとかさ、デークニバ、あ、デークニバ、デークニバはよくあのみんな植えていてさ、あの、サトウキビ畑のそばなんだ、サトウキビは肥料いっぱいでいいせんや、あそこで床いるばって、デークニバも。でちっちゃく大根がつくせ小さい細い大根がつくわけさ、だからこれまた美味しいわけよね、だからそれを束ねて塩水で海って洗ってきてからね、芋の上に乗っけて、うわ、芋炊きながらこれを蒸すわけさ、やっぱ海ぬ、ね、この水やりなんか塩も、そうそう、ちょっと塩がついてるからちょうど火を通るわ、自然調味料やりみたいな、水であの野菜洗うっていうのはさ、塩水流れるさ、うん、ついてる虫も全部死んで流れていくわけ、あ海水で、海水で、なるほど、だから野菜はきれいに洗われるわけ、あ、うん、だから海の近くのほらこの人は全部何でもみんな海で、あ今洗うのもさ、体洗うのも海で、うん、もう殺菌なんですね、殺菌、もうね、
もう不思議な、本当に寒くなった時には銭湯に行くけどね、うんうん、そうでないともう10月11日があったかいなと思ったらさ、はい、学校帰ってきたらみんな海にドボンだよ、男の子たちはさ何もすけすっぽんぽんさ女の子たちはさ清水バタとさ、あ、清水と言ってさ、あの下着さ、はいはい、あれつけてさ、うん、入るわけよ、はい、男の子たちはみんなすっぽんぽんボトンって海に飛び込んで遊びながらそのままお風呂というか遊びながらさお風呂、それで井戸行ってからに真水でこぎすいでからね、最後はそうやって本当に自然とともに、そうそう、髪洗うのもさ、うん、んちゃごわと言ってさ、うん、んちゃごわちょっと、うん、あの灰色い下に土があったわけよ、くちゃと言われたわけ、はいはい、これは誰かが取ってきたらさ、あの井戸のそばに置いてあるけ、積まれてるわけ、誰が使ってもいいわけ、取りにくい人は必ずいっぱい土ついて、井戸端に置いておけ、それ使ってそれで積まれて井戸水で流して終わり、はら、いいですね、この共同のなんて言うんですか、シャンプーそうそう、でたまにはさ、あの芋の葉っぱ取ってきてさ、はい、かんだば、うん、あれもんでさ、うん、あの汁頭になすりつけるけ、これリンスの代わり、あら、だから昔の方は髪が真っ黒だったさ、真っ黒、あ、その効果もあるんですね、そうそう、で今さ下水に流されないからさ、水道で流されないからだけど、うん、私はさ庭でやりよったわけ、あ、はいはいはい、あ、すごい、なんだかいいですね、自然の素材を使って体にも上等だよ、リンスよりも上等、あ、本当に自然素材で、自然素材、いいですね、私より、ね、庭でベランダでさ、うんうん、やってから洗い流して、うん、ベランダに神田場植えてあったわけよ、あ、なるほどね、こう食べるだけじゃなくてこういう生活の髪をきれいにしたりとかにも使えたんですね、うんうん、でそう、他にも食べるのはね、クワの木、クワの木、クワの木でしょ、あれクワの葉っぱっていうのは蚕にやるさね、うん、あれの新芽、新芽は味噌汁に、あ、食べれるんですね、クワの葉も、美味しいよ、クワの葉さ、新芽をよ、それから新芽だよ、柔らかくて美味しいよ、味噌汁に、昔の人なんでもさ買うとろ人間性や、うん、お金そんなね、乱世やじの、うん、だから自然のものをみんな食べるもん、ね、まさに自然の人文や意味やさ、うんうん、本当に自然の恵みに感謝する心っていうのもこうやって自然からいただくからこそ恵みに与え、はい、またこのかまどの方もと、うん、あ、まあね、なんかちっちゃかまどさ、はい、昔、ね、金持ちのうちはさ、あの、はい、レンガで作った、お、うん、レンガで作ったちゃんとした釜石をね、ランチョって石見石を作って、あ、石見石、別石になる横に2つ後ろに1つやってさ、はい、前は火もやさ、はい、で鍋がこぼれないようにうまい具合に石をやって、あ、うん、石、あの戦争終わってまでも石窯だったよ、あ、だってない、ね、らんしやの、うん、もう戦争でみんな焼けてないからよ、石窯、かっこいい石見つけてきてさ、鍋がこうひっくり返れないようにっていうふうな石見つけて、3つ、はいはい、後ろに1つ、横に2つ、それで小さいのと、やかんなんかするのは小さいのと大きなのと2つ作るわけ、大きな鍋こっち、こっち小さいの、本当にこの、もう石使って、そうそう、自然で自然使って、じゃあまたこの今度に変わった時っていうのも本当にすごくもうアンマーたちにとっては大きな変化だったんですね、今か何か年か前かな、うん、浜川小学校でさ、はい、昔の時の時代の年寄りが、うんうん、男の人もみんな来て昔の生活に近かったの、はい、あのやって子供たちに見せよったよ、うんうん、それであの、あの縄わない、もう縄ない、うん、夜でさ、あの締め縄に使ったのをさ、うん、夜で水で濡らして柔らかくしておくわけ、そのままだとパツパツして縄がないから、うん、水で濡らして柔らかくしておいてからね、うん、縄のない方作り方するわけ、いや、そしたら男の子たちは熱心になれるわって、女の子たちがやりねびてんってかすぐ逃げてあ、いいえな、本当女の子にちゃんと習ってもらいたいんだけどよ肝心の女の子たちはさ、あんってやりねびてん、これやってかつは、いいえ、まあ、
デイジュ逆に世の中デイジュこういうことも覚えておけばまた生活の人文またもしもってね万が一な時にね、生活のまた サバイバル術というかね本当に生き抜く力や、はい、にそうそう内備に浅いだからさ今戦争でも起こってさ、うん何もなくなった時に今の子供たちが生き抜いていけるかねんって言って時々こうベランダで物を歓迎してて思いつくそうですね今逆に何でもこの物余りというか物が、はい、もう何でも金さえ出せばある時代さねドゥナーターしこの作ったりとかまた生き物と一緒に生活しながらこう循環していったりとかっていう、こんなの分からんしや、やいみんやさい、また本当に冒頭にもあったように学校の先生自体も多分こういう経験って今なかなか生きなくなっているわけで、コア重心の作り方もコアチューブで教えたよ、先生たちもさ、何でかしてさ、家庭科の先生も一応いい、あちびらさる、コア重心って分からなかっただけだった。いいですね。こういう家庭科とかも逆に先生が教えるんじゃなくて、こういう地域のアンマーたち呼んでやる方が、そうそう。本当に人文味の伝承にもなるし、うん、先生たちでも現代のチュンチャーでしや今先生やってるチュンチャーや、はい、悲しい。だけ地域の父兄おばあたちを利用すればいいわけよ。もうぜひそこをまた人生の先輩方からもう人生の先生方からですね、ぜひ学びながら、うん、昔の仕事の仕方全部人形で作ってるさ私、あはい、シュンダの入ってるさ、はい、とあれみんな自分で体験したのだ、全部人形作で、あの着物も全部昔の、うん、本当のうちなのかすり、この着物とか洋服も今だともう本当にちょっとでもちっちゃくなったりちょっとあれしただけですぐ捨てて帰ったりとかですけど、こうやって昔のこの着物よっちゃんばあちゃんのも藍を作るのに3年でまたそこから染めてっていう、そういうのが分かると本当に一つ一つ布も大切に使う意識が出てくるなと思って、で昔はそうやって作ってさ自分のお正月に孫たちに着物を作ってあげるとかさ、子供たちに作ってあげるとか、もし自分の作るとかってするんですよ。昔はさ、短命であるわけよ。73歳やるという人はめったにいなかった。ほとんど61ぐらい。それも、もう人生50年という時代だったさ。やっぱり栄養を取ってないせいであるわけよ。今は取りすぎだけど。ああ、よっちゃんばあちゃん、中一平二平デービル、もうな、もう祝いの時間かいなといいですが、はい、ゆんたくたらんしが、またあのね、次もぜひ、はい、お招きして、魔順、かたやさなやんでちゅうむやびしが、あの生ね、地球環境を守っていこうということで、SDGs んでの目標、世界目標 IBC が、はい、あの役と生の話のようにですね、うちの足形から学べることは、フォークアインガヤンディ、みやびたん、はい。ちぬゆうさんりよ、オートバイのやがわたしちゃの店のすばんかいし、とみとおるばて、はい、バイク屋さん、うん。トミヤのオートやバラネバラネシシキブシンボネシシ本人やムランバって店の中にキッチンで迷惑よあれ、まあ、俺天井にて迷惑よって、以外のもとたしがて生の若むんちゃいて人生やゲースことって尊敬を持ってね、本当に生の若むんちゃや、またドゥヌクトビキアイビラン、地域とか周りのチュヌクト感じるクトがでな、うん、自分本位にみんな、本当に私たちこのラジオを通してぜひ私たち若者も意識変えていかないといけないなと感じました、うん、はい、これはさ小さい時からさ大きくなってから教えてで真似あらんばって、うさにからよ自然って言った、はい、生活の中を通って習って、まあ、やいびんやさん、はい、よちゃんばあちゃんチューンフォークの学び一平二平デビル、はい、今日のちむがなさしマクトゥバニュースは、メガネトゥワンハイバル店かかずいい、デイサービスセンター諸見の里、具合皮膚科医院、有料老人ホーム宅老所名古屋の家、うん、株式会社丸内サロンドモア美容室、崎原土建株式会社、株式会社 OSD、
の提供、FM ギノワン茶壇町文化協会シマクトゥワブ青年部沖縄ハンズオン NPO の協力しゆくいさびたんぐすよ、はい、それではまた来週またやさいよちゃんばちゃんにへでびるまた来週またいいあいんでいるかなんかおやすメッセージにへでびるありがとうございました。マイクカバー？マイクカバー？